こんにちは、ドッグトレーナーのレオマンです。今回なんですが、以前の動画で優しい大型犬、そして優しい小型犬というワンちゃんを紹介させてもらったんですが、今回は優しい犬種の中型犬編になります。僕自身ドッグトレーナーとしての経験も踏まえて、優しい中型犬を5種類紹介していこうと思うので、ぜひお迎えの参考にしてみてください。そして動画の後半では、優しいワンちゃんを育てるためにはどういうところを気をつけたらいいのかっていうところも話をしていこうと思うので、今ワンちゃんを飼ってる方、そしてこれから迎えようと思ってる方もぜひ参考にしてみてください。それでは行ってみましょう。ワンちゃんを紹介する前に、優しいワンちゃんの基準なんですけども、今回は社交性、そして成犬になってからの落ち着き、そして穏やかさ、この3つを踏まえて優しい犬種紹介していきたいと思います。ではまず1犬種目はコーギーです。コーギーの優しさメーターはこんな感じになってます。このコーギーっていうワンちゃんなんですけど、初めて会う人とか、あと初めて会うワンちゃんに対して本当に優しく接することができる、本当にフレンドリーなワンちゃんなので、社交性が非常に高いところが非常に魅力的なワンちゃんです。でもちろん他の人とか他のワンちゃんに対してもこう優しく接することができるんですけど、特に家族とか飼い主さんに対しては常にこうコミュニケーションとか、構って甘えたいってアピールをすごいする子が多いので、家族の中にコーギーが一頭いると本当に笑いが絶えないような、本当ムードメーカーになることが非常に多いんです。ただ成犬になってからのこう落ち着き、穏やかさってところに関しては、やっぱりコーギー自身がもともと牧羊犬として活躍していた歴史があるので、子犬の時の運動量は特に必要になってきます。なのでやっぱり飼い主さん自身の体力もかなり必要になってくるので、そこは注意してあげてください。大体のワンちゃんってやっぱり1歳を過ぎてから徐々に落ち着いてくる子が非常に多いんですけど、コーギーに関してはやっぱり3歳ぐらいまでやっぱり元気な子がすごい多いので、体力のある飼い主さんにはぴったりな犬種だと思います。ただコーギーってこう散歩とか運動とか、しつけとかもそうなんですけど、そういったコミュニケーションを取った分だけやっぱり愛情もすごい返してくれる犬種なので、こんな時からしっかりしつけとかトレーニングをしっかりやると、成長してから非常に優しい性格になる子がとっても多いです。なのでこの時からしっかりしつけやトレーニングはするようにしてあげてください。なのでコーギーの優しさってこう穏やかでおしとやかっていうタイプではないんですけど、やっぱり家族皆さんをこう活気づけてくれる、明るく元気づけてくれるような存在、ほんとムードメーカーに近い存在だと思うので、コーギーっていう犬種もよかったら検討してみてください。続いて2犬種目はコイケルホンディエという犬種で、この犬種の優しさメーターはこんな感じになってます。このコイケルホンディエという犬種、日本ではちょっとまだマイナーな犬種ではあるんですけど、とても温厚で本当に人懐っこい性格をしているワンちゃんなんです。この犬種の特徴としては、やっぱり無駄毛が少ないっていうところと、あとは子犬とか赤ちゃんとか、やっぱり自分より小さいこう弱い存在に対してこう優しく接することができるっていう適応力とか穏やかさっていうのを持ってるので、番犬には向かない犬種っていうふうに言われるんですが、飼い主の指示にも忠実で、やっぱり飲み込みも早いっていうところから、しつけがしやすい、特に初心者にもおすすめなワンちゃんというふうに言われてるんです。でコイケルってもともとカモを狩る手伝いをしていた狩猟犬なんですけど、こんな風に泳ぐのがすごい得意なワンちゃんなんですよね。なのでもしコイケルを迎えたいって方は、ドッグラン行く時も例えばプールがついている場所とか、あとは川とか海なんか行ってみると最高に楽しいんじゃないかなって思います。でこのコイケルっていう犬種は穏やかな優しさを持ってるってところが一番の魅力だと思うんですけど、初対面の人に対してもやっぱり優しくこうフレンドリーに接することができるってところから、社交性もすごい高いワンちゃんだなと個人的には思ってます。まだやっぱりマイナーな犬種ではあるんですけど、ここ数年毎年100頭前後やっぱり登録があるみたいなので、これからどんどん頭数が増えていって人気が上がるんじゃないかなって個人的に注目しているワンちゃんです。続いて3犬種目はアメリカンコッカースパニエルです。この犬種の優しさメーターはこんな感じになってます。この犬種はとにかく人懐っこくて陽気で社交的なところから、別名メリーコッカーとも呼ばれてるんです。この犬種も社交性がやっぱりすごい高くて、初めての人ともすぐに仲良くなりやすいので、とても人懐っこいっていうところから、やっぱり番犬には向かないワンちゃんになるんですよね。ただ人懐っこいからといって、興奮しすぎることもなく、冷静で落ち着いているところもあるので、飼い主の指示も忠実で、やっぱり室内では非常におとなしくて飼いやすいっていうふうにも言われてます。この犬種の性格的にも警戒心がそんなに高くないですし、とてもおおらかなところがあるので、小さいお子さんとか、あとは高齢の方が安心しても触れ合えるってところから、やっぱり家族連れの方には特に飼いやすいワンちゃんなんじゃないかなと思います。このアメコカっていう犬種、個人的には優しいワンちゃんだなってすごい思うんですけど、迎える上での注意点としては、耳とか、あとは足回り、尻尾の毛がすごい長くなってるんですね。これ飾り毛っていうんですけど、特に飾り毛がやっぱり散歩の時とかにこうゴミとかを絡めてしまいやすいので、なるべくこまめなブラッシングをしてあげる必要があります。であとプラスでアメコカの場合は大きな垂れ耳がすごい特徴的で可愛らしいんですけど、そのせいでやっぱり耳の中がやっぱり汚れが溜まりやすかったりとか、病気になってしまうリスクも非常に高いので、日頃からスヌードといってこの耳のカバーをつけてあげたりとか、あとは耳の掃除を定期的にするようにしてあげてください。続いて4犬種目はブルドッグです。
ブルドッグの優しさメーターはこんな感じになってます。見た目からは想像がつかないと思うんですけど、実は性格はとても穏やかで本当に優しさに溢れているワンちゃんなんですよね。このブルドッグっていう犬種は実はもともと牛と戦わせるためにこう人工的に作られたワンちゃんと言われていて、それが衰退してからは闘犬として活躍するようなワンちゃんになったんですけど、その闘犬っていう文化も徐々にこうなくなってきてからは攻撃性っていうところだけをなくしていって、今では愛玩犬とか、まあ、番犬として海外で特に広く飼われているワンちゃんになってます。このブルドッグっていう犬種、見た目はもう本当にいかついので、優しい犬種かって言われるとちょっと疑問に感じる方もいらっしゃると思うんですけど、実は性格はとっても愛情深くて家族のことが本当に大好きで、優しく接することができることが非常に多いんですよね。ただ警戒心が強い一面があるので、まあ、家族以外の人とかワンちゃんとはこう仲良くなりにくい、ちょっと社交性はあんまり高くない傾向にはあるんですけど、家族からすごい愛されたいっていう気持ちが特に強いタイプなので、まあ、意外と素直で繊細な子が多くて、子犬の頃からこう飼い主さんを困らせるようなことをほとんどしないんです。でさっき言ったように意外と繊細な一面があって、こうブルドッグ自身こう困ってる時とか不安な時ってこんな風にこう独特な表情を浮かべたりとか、あと結構目で訴えてくる子がすごい多いんですよね。でそういうところが逆にこう飼い主さんツボにはまって一回ブルドッグを迎えるともう続行になっちゃうって飼い主さんもすごい多いんです。この犬種の注意点としては、やっぱり人間の手で生み出されてきたワンちゃんっていうこともあって、やっぱり短命で亡くなってしまう子がすごい多いんですよね。ブルドッグの平均寿命もおよそ8年前後というふうに言われていて、やっぱり骨格とか、あと皮膚の病気になりやすくて、医療費も膨らみやすいっていうところから、お金とか時間とか愛情を惜しみなく注げるっていう飼い主さんはよかったら検討してみてください。そして最後5犬種目はプペットです。プペットの優しさメーターはこんな感じになってます。この犬種に関してはもう室内では本当に静かでおとなしくて穏やかに過ごせる子がすごい多いんですよね。ペット自身こう構ってみたいなこうアピールとか要求が少ないので問題行動も少ないっていう特徴があるんですけど、かといってじゃあそんなにかからない方がいいのかなっていうわけではなくて、実はめちゃくちゃ愛情深くて甘いものがすごい多いんですよね。なので飼い主さん自身もこうワンちゃんの気持ちに寄り添って行動してあげたりとか動いてあげられるこう思いやりのある人であればウペットの相性もぴったりだと思います。ウペットってここまで話をしたように室内ではとても穏やかに過ごせるワンちゃんなんですけど、運動能力がとても高い犬種なので、外に出るときは思いっきり遊んであげたりとか散歩とかもなるべく長い時間行くようにしてあげるとウペットといい関係ができるので、思いやりのあってかつアクティブな飼い主さんはよかったら検討してみてください。ここまで優しい性格のワンちゃんを5種類紹介させてもらったんですが、もちろん今回紹介した犬種以外のワンちゃんを迎える方もいらっしゃると思います。なのでワンちゃんを迎える上でどういうところを意識したら優しい子に育ってくれるのかってところも話をしていこうと思います。まず何を心がけたらいいのかっていうところなんですけど、性格っていうのはやっぱりこうしつけとかトレーニングとかでどうこうできるものではなくて、一番そばにいらっしゃる飼い主さんが日頃ワンちゃんとどういう触れ合い方をするかってところが非常に大事になってきます。なので一つ目は十分なコミュニケーションをちゃんと取れているかっていうところですね。まあ、散歩や遊びもそうなんですけど、こうスキンシップだったり声かけってところも重要になってきます。で2つ目は飼い主さんの起伏が激しくないかってところも大事です。飼い主さんが日頃からすごい怒るとかめっちゃ落ち込むとか、そういう風にこう感情が安定しない状態だとワンちゃんも不安定な状態になってしまうので、飼い主さんも日頃からそういった感情の起伏を起こさないように気をつけてあげてください。で今話をした2つをしっかり意識してもらうとともに、犬は飼い主に似るっていう言葉があるんですけど、やっぱりワンちゃんの性格っていうのは飼い主の振る舞いに大きく影響があります。なのでもし迎えた子を優しい子に育ててあげたい、そういう時は必ず飼い主さん自身の振る舞いを見直して、飼い主さん自身まず成長してからワンちゃんにそういう気持ちを伝えるようにしてあげてください。というわけで今回は優しい中型犬を5種類紹介させてもらいました。この動画が参考になったと思ったらグッドボタンもお願いします。で今東京神奈川エリア限定で無料のトレーニング依頼も受け付けてます。ワンちゃんのしつけでお困りだったりとか、あとはワンちゃんのお迎えに一緒に付き添ってほしいっていうご依頼なんかもお待ちしてるので、カメラが一緒に入るっていうのが条件になってしまうんですけども、もし興味がある方はぜひチェックしてみてください。そして他にもワンちゃんとの生活でお困りのことがあればぜひコメントに書いてください。それでは良いドッグライフを。バイバイ。